応党派同盟、パリ委員会、またはより具体的に、製造所とも呼ばれる、パリの応党派通信連絡組織は、1790年に、ルイ・アレクサンドル・ド・ローネーによって設立された秘密組織であり、フランスの反革命的な情報組織である。パリに本拠地を置く、この機関はアントレーグに情報を知らせ、彼はアルトワ伯爵、プロヴァンス伯爵の両王族とヨーロッパ諸国にそれを返信する。この情報網は1794年まで影響力を持っていた。しかし、革命の勢いが強まるとともにこの機関は信頼性と規則性を失い、アントレーグは地位のある受信者からの信頼を次第に失っていった。1795年11月10日に主要メンバーの一人であるピエール・ジャック・ルメートルが処刑されたのを最後に、この冒険は終わりを迎えた。アントレーグ伯爵1795年。国民衛兵隊のラファイエット司令官。パリ市長バイー、そしてジャック・ネッケル財務長官に対する暗殺計画の疑問の余地なき首謀者であったファブラ公爵の事件に際し、アントレーグ伯爵はファブラが逮捕、処刑された1週間後の1790年2月27日にフランスを離れるのが賢明だと判断した。その後彼はローザンヌに亡命し、ついでイタリアとの国境にあるメンドリシオに向かった。そこで、アントレーグは、スペインに情報を伝えることを主な任務とする最初の情報網の基礎を築いた。彼は、その後1804年に書かれた手紙の中で、自分は、国王ルイ16世の命令に従って、それを行ったと主張している。この情報網の目的はフランスで情報を入手し、それをスペインの駐ベネツィア大使シモン・デラス・カサスに送ることだった。アントレーグは、その後、最初にパリの機関、次に製造所と名付けた情報網をパリで作った。この情報網の最初のエージェントは、シュバリエ・ド・ポメル、ピエール・ジャック・ルメートル、デュベルヌ・ド・プレールの3人であり、彼らは反革命派のジャーナリストで、聖職者のフォントネー修道院長が編集していた新聞、ジュルナル・ジェネラルにおいて、すでに協力関係にあった。王国の摂政であり、後に国王ルイ18世となるプロヴァンス伯爵はこの機関から情報を受け取っていた一人だった。三人のエージェントはジュルナル・ジェネラルの事務所やサンブリッスーフォレにあったルイ・フランソワ・ド・ラトゥールの印刷所であっていた。彼らはこれらの会合でアントレーグ伯爵に手紙を書き、伯爵はそれをコピーし、修正を加えた上でベネツィアのスペイン大使に送っていた。手紙は当初はわかりやすく書かれていたが、すぐに行間が広く空いた、取るに足らない、商業用手紙の形を取るようになった。手紙の行間には不可視インク、すなわちレモン汁を使って文章が書き加えられていた。エージェントはいくつかの方法で情報を収集した。はじめは1792年8月10日まではまだ自由であった新聞から。その後はカフェやクラブ、サロンで聞き集めてきた会話によって。そして最後に、かつてアントレーグの家庭教師であった、カノン・ジャン・メドゥやトロワの司教総代理、前警察長官のニコラス・ルダ、ケルシー選出の憲法制定国民議会の代議士、ジャン・フェリクス・ファイデル、アントレーグ伯爵の友人で、ラテル氏または、ベスナールと名乗る人物のような、よく知られた人物との接触を通じて、情報網は、少しずつ広がっていった。1792年には、アルトワ伯が情報の受信者としてスペイン大使館に追加された。スペイン政府は1791年10月8日に彼らに報酬を支払うことを決定していた。その後情報網は、ブロティエ神父とおそらく代議士であったバルテルミー・シテラを組織に加えるだろう。1792年4月に革命政府がボヘミア・ハンガリー国王に宣戦布告した後、製造所は地下に潜伏してアントレーグ伯爵とのやり取りが傍受されないための予防措置を強化しなければならなくなった。革命家たちが徐々にヨーロッパ諸国との戦争に突入していく中、各国はそこで何が起こっているかについての情報を得たいと望むようになった。その後、アントレーグは、メンドリシオから連れてきた巨大なスパイ組織の長になり、1794年の夏までスイスに住んでいた。1794年7月、アントレーグはスパイ網の新たな中心となったベネツィアに移り住み、摂政を宣言して、ベローナに摂政府を設置したプロヴァンス伯に情報を伝えた。アントレーグはまた、イギリスの駐ベネツィア領事、フランシス・ドレークを通じて、イギリスに、またロシア、ナポリ、リスボンにも情報を伝えている。1794年9月には16人のエージェントが集まり、ボメルの指揮の元情報を伝えるニュースレターを作成した。この広報には、レモン汁、または化学製品で書かれた文書が補足されていた。アントレーグ伯爵の作り事は、時に予想外の重大性を持つこともあった。公安委員会の虚偽の議事録が出版された後、議員たちはエロード・セシェルに裏切られたと信じて、彼をギロチンに送った。筆記の処理はお粗末なもので、インクがすぐに浮かび上がるか、逆に受信者に判読不能なままであることが、しばしばだった。手紙は運び屋によって、パリからバーゼルまで運ばれ、そこから発送された。処理がうまくいった場合には、透明インクが文字を表示する時間は、非常に短かった。アントレーグは自分のメッセージをすぐにルロワという共犯者に、その後、デュフォール神父に伝えなければならなかった。情報が暗号化されているため解読しなければならないこともある。後に、アントレーグは、それぞれの受取人に送るいくつかの個人的な要約を書かなければならなかった。パリの機関は、革命政府によって作られた多くの警察組織がまだ、彼らについて把握していないためにうまく活動を続けることができた。メンバーはかなを使うか、数字と文字で指定された。ルメートルは、レトラメ、ボワシーは、ユダヤ人と呼ばれていた。ティボーは、身体。ブロティエ神父は、99、または、99、スルダは、BB、リビエール夫人は、RR、デュベルヌド・プレールは、デュナンと呼ばれた。受信者も、またかなを使用しているアントレーグはマルコ・フィリベルティ、またはサボニアーナというかなを使っているが、ドラレンヌ神父はグレゴリオ・レトーニと名乗っている。1792年8月10日以降、革命家たちがスパイの捜索を開始すると、これらの任務は非常に困難なものとなった。信頼できる情報が不足しているため、批判的思考が欠けているアントレーグは誤った情報を広めた。ルメートルは貴族と頻繁に交際していると当局に報告され、革命の祝賀会に参加することを控えた後に逮捕された。それ以来、ブロティエ神父とポメルは潜伏し、アントレーグとのやりとりはより稀になった。1794年6月にはスルダが逮捕されたが、彼は逃亡した。ロベスピエールの失脚後、9月15日に、ルメートルが釈放され、報告書は再び規則的に作成されるようになった。しかし、恐怖政治の間、彼のパリの友人とのつながりが失われていたにもかかわらず、アントレーグは常に信憑性の欠如した虚偽の報道を受信者に送り続けていた。1795年10月、ブロティエ神父とルメートルが王党派によるウアンデミエール13日の暴動に参加した後、後者が妻と共に逮捕された。アパートが捜索された結果、2枚のマットレスの間から通信文が発見された。ブロティエ神父も逮捕され、情報網のほとんどのメンバーの名前がすぐに明らかとなった。ルメートルは11月9日に処刑され、製造所は消滅した。しかし、かつてのメンバーは共和国に対する苦しい戦いを個別に続けていた。ブロティエ神父とラビユルノワは1797年に逮捕され、カイエンヌに追放されて、翌年死亡した。デュベルヌド・プレールは、統領政府の時代まで、カナリア諸島に追放された。ポメルとポリダン爵は、完全に消息を絶ち、スルダは、後に、ナポレオンの二重スパイとなった。最後に、アントレーグは、モンガヤールの情報網と呼ばれる新しい機関を、組織しようとしていたが、最終的に彼は1812年7月に不明瞭な状況で殺害されることになる。公約、反革命、理論と、行動1789-1804ジャック、5で所著、平山栄一訳、みすゞ書房1986年、AB@ABABABC。ありがとうございます。